全社格納庫と地下2階のスタッフのこだわりポイントについて、説明していきます。この白い壁をどうするかっていうのは相当苦労したようですね。というのもですね、隠蔽工作した壁というのがストーリー上の設定なので、見つかりにくくなってるのが本来の、姿なんですよね。でもゲームの進行上、プレイヤー、実際に操作するプレイヤー側が見つけることができないといけないという、相反する要素なんですね。なので発見しにくいようで、でも誰でも見つけることができる色合いっていうのを設定したようです。また地下2階なので、ジメジメとしてカビ臭いっていうイメージも、加えた色味になっているようなので、確かにそうだなーって感心しましたね。はい。